が上野テラスというところに来てます。上野の駅前です。今日は何で来たかというと、オイスターテーブルっていう、本当はあの、銀座コリドー街で、やる予定だったんですけども、まあ、予約ができないということで、ちょっと残念ながら、ここに高架、まあ、あるいは渋谷になるかもしれませんけど、一応こちらが今のところ第一候補ですね。まあ、一応、オズモールのコースということで、岩ガキとかこういうのも出ます。ボリューム的にもちょっと食べ放題じゃないですけども、あとこう焼きガキとか牡蠣フライとかね、こんな美味しいものを、皆さんに提供します。食欲の秋なんで、グルメの秋なんで、ぜひ、9月16日金曜日、一応候補ですけど、まあ決定じゃないですけど、一応今、これはこちらの個人に来た時の残念セット、一応グルメ会は一応、こういったのを全て含めて食べ放題のコース料理と牡蠣尽くしコース料理と飲み放題付きのをやります。牡蠣にはシャブリとかスパ、夏にはスパークリングワインが合わせます。まあ、個人で来たらこういうのキュウリやシャンパンとかなんか安いそうです。こちら店内です。結構きれいな店、まだ2年ぐらいしかできないそうなので、ちょっとあの辺をちょっとだけ、ここがカウンターセットですね。この辺だけです。一応会場はこの辺になりますので、ぜひ、牡蠣お好きな人、ぜひ来てください。よろしくお願いします。はしゃぎメーカーにしです。